大島東当別駅は、北海道北都市当別にある、道南イサリビ鉄道線の駅。電報略号は的。駅番号は、主霊後。副駅名は、トラピスト修道院入り口。1976年の大島東当別駅と、周囲約500メートル範囲。下が、江差市方面。相対式ホーム2面2線で、この写真の6年前に、 すでに貨物取扱いをやめており、駅裏側にあった貨物積み下ろし線は一旦外された。その後1983年までに保線車用としてエサ四方から引っ込め線が敷かれている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地名より、開業時すでに10ドルなど類似の駅名が存在していたため、旧国名。 都道を冠したとされる。東別はアイヌ語のトペに由来する相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。東駅の上磯方面にはすぐ東別トンネルがあり、その中で東駅設備の上下線の分岐が行われている。ホーム間の移動は古線橋を使う。比較的大きな駅舎があり、大島東別郵便局との構築である。 駅製法にあるトラピスと修道院の最寄り駅である。ことから修道院を模した外観をしており、駅舎内には陶器製の製造が飾られている。以前はキヨスクで切符を発売していたが、撤退したため完全な無人駅となった。2016年3月の道南イサリビ鉄道移管に際しても引き続き、無人駅として運営されることになっており、かつ、同社の無人駅では、 唯一自動券売機の設置予定がない。友人駅時代の末期は、駅長と助役のみが常駐し、運転業務の合間に、団体券、企画券や補充券による遠距離券、料金券、定期券の発売を行っていたが、地元の江差線と松前線を中心とした近距離乗車券を、駅前の個人商店に簡易委託する形態を取っていた。ありがとうございます。